ストレートを捉えた。これはセカンドへの当たり。いや、四本さん、新庄選手の第一打席どうご覧になりましたか。目いっぱい山張っていったんですけど、こういうところが試合感だと思うんですよ、はい。やっぱ芯を外してしまった、スイングの姿などなどはもう現役時代とそう変わらないものがあるんですけど、はい、その奥行きでうまくミートできなかった。あれ多分バット割れてないかな、はい、そうですね、割れてますよ。来シーズン、本当 NPB のそのユニフォームをもう一度こう袖を通して、ね、投げるとなれば、はい、どんな活躍を、したいと自分ではお考えですか。そうですね、本当に体も元気ですし、はい、まだまだ投げれると思うので、しっかり、自分の持ってる球を生かして、うん、なんとかまだまだ NPB で頑張りたいと思っているので、はい、はい、その気持ちで今後も臨んでいきたいなと思います。はい、放送席には真中さんがおられるんですけど、はい、今ちょっと何があるのかちょっと聞いてみますね。真中さん、はい、今日見てる感じだと、はい、肩肘をかばってる感じが非常にないので、うんうん、コンディショニングが非常によく見えたんですけども、はい、その辺も心配なさそうですか。はい、見てる限り肩肘に全く問題なく、はい、目いっぱい腕が振れてるように見えましたと、そのあたりの充実ぶりは改めていかがですかということです。そうですね、本当に、2年前ヤクルト戦力外になった時は、はい、全く投げれない状態で、それでも楽天イーグルスに拾ってもらって、ここまで投げれるようになったので、はい、本当に、充実というか。新庄剛志が入ります。今日第4打席目、はい、ここまでご覧のような成績です。初球行きましたが、これはスタンドに入ります。やはり初球から行きますね、もうね、まっすぐ一本でね、はい、もう打つしかないですよ、これ新庄ね、そしてこのランナーがいるというシチュエーションが、はい、新庄剛志の一番のこう魅力の発揮のしどころかなとも思うんですけどね、はい、やはりランナーがいると一本出してくれるっていう、そういった新庄のイメージもあります。さあ追い込まれた中で、変化球を捉えた。三遊間レフトへ、二塁ランナー吉川大輝が一気にホームを狙う。レフトへのタイムリーヒットとなりました。この辺りですよね、山本さん。いやいや、僕はこれ真中さんにお聞きしたいですよ。はいはい、真中さん、いや今ね、新庄ももう追い込まれてましたんで、ストレートほぼ、頭に入れながら打ったんですけど、やっぱりこのチェンジアップとかにね反応するんですよね、はい、これがやっぱり経験なのかなっていうところですね。まあ見事なバッティングでしたよね。あとどうですか山本さん。いや僕ね思ったのは、実戦から遠ざかってて、うん、そして、まあ、彼ベテランとなってくると、うん、彼が一番嫌なのは僕速い球だと思うんですよ。はい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 、はい、そこでそのチェンジアップ、まあ確かに甘く入りましたけど、うん、見事に結果出すというところですよ ね。よく打ちましたよ。でもね、はいはい、アウトという彼のその野球人生をかけた舞台でね、はい、どうパフォーマンスとして表現できるのかですよね。でまたそのバッターが新庄剛志も、はい、もってこいの注目の場面じゃないですか。午後の部最初のバッターボックスには新庄剛志が入りました。さあ注目の打席になります。初球145キロのストレート。さあ真中さん、新庄選手の第3打席です ね。今はストレートちょっと高いと思ったのかね、見逃しましたけどね。やはり吉田も力のあるストレートを投げ込んでいきます。これで追い込まれました。ストレートを打ち返しました。セカンド、セカンドゴロ。新庄剛志第3打席はセカンドゴロとなりました。少し悔しい表情ですかね。うんね、ちょっと外の厳しいとこ、まあ、追い込まれてましたからね、はい、手出さないといけないとこなので、でも足は動いてますね新庄ね、はい、岩本さんこの打席いかがでしたか、はい、そうですね、かつての新庄剛志の映像を頭に残ってるだけに、はい、正直ですよ、はい、物足りなさはありますが、うん、